今皆様が常館されているこの記念館三笠、日露戦争当時としては最新鋭の軍艦でした。自国の独立を守るため重要な海戦において勇敢に戦い、歴史的な勝利を収めたことから世界の三大記念館の一つと言われており、日本遺産の構成文化財に認定されています。先人たちの栄光や苦労、そして彼らの思いがたくさん込められているこの記念館三笠での本日の演奏会、次はトランペットによる鎮魂の調べをお送りしましょう。貴様と俺とは同期の桜、同じ兵学校の庭に咲く。この歌詞で始まる同期の桜は、もともと西条八十が上海陸戦隊の戦友物語二輪の桜として雑誌少女クラブで発表し、その後改作されたものです。本日は鎮魂同期の桜、純剣ラッパ、海浮かば、3曲続けてお聴きください。Thank you.
がとうございました。